マスターマインドジャパンアーカイブサードへようこそ。本日ご紹介させていただきますのは、マスターマインドワールドと初コラボになるベアブリックのアイテムになります。このマスターマインドワールドのベアブリックのコラボは、かなりの人が並ば,れか並ばれた模様でものすごかったみたいです。自分はこの後に出るマスターマインドとルアーガンズのコラボの T シャツの方が、このベアブリックよりも並んで欲しかったのですが、なんとベアブリックの方が、 かなり並ばれたみたいで、なかなか買えなかったみたいです。自分はこれ、あのー、だいぶ前に購入していて、もったいなくでちょっと動画の方を上げていなかったんですが、本日ご紹介させていただきたいと思います。これがフロントになっております。で、横。後ろ。ちなみにこの反映っていうのは、 あのー、意味がちゃんとありまして、長くこう、マスターマインドが続くようにだけではなくて、この二文字には、あのー、この二文字に込められた意味というものがあります。それは、その意味はちょっと内緒です。これが、あのー、右横ですね。そしてまた元に戻します。 これが中身になっています。それでは今から開けていきます。これが中身です。それでは見ていきます。後ろのこの文字がすごくかっこよくなってますね。それでは取り出していきます。それでは取り出しました。 すごいかっこいいっすね。本当にすごいと思います。こんな感じですね。で、足元の、足元の方はこう、マスターマインドのシンボルマークが入ってますね。ちょっと自分が映らないかどうかちょっと気になるので、あれですけど、こんな感じですね。 かっこいいですね。すごくやばいです。そして、これが100%になってますね。100%のベアブリック。これ、繁栄モードですね。で、これ、もう一度後ろ。こういう感じ。繁栄ワールドで、マスターマインドのドクロのシンボル。 かっこいいっすね。これは多分これから先でもレアになるんじゃないかなと思います。こんな感じですね。で、このマスターマインドは100%と400%の合わさったもので1000%はアメリカのマックスフィールド限定版になっている模様です。だから、このマスターマインドワールド初のベアブリックのコラボの1000%は日本で手に入れることはできません。 アメリカのマックスフィールド限定版なので、かなりのプレッジがついていると思います。で、この後に、えー、マスターマインドジャパンでホワイトとブラックバージョンが出、マスターマインドジャパンと、であのー、アベーシングエイプとのコラボが出ました。アベーシングエイプの1000%は多分香港限定だと思います。 でもこの100%と400%のマスターマインドワールドのベアブリックのコラボはかなりリアだと思います。もうだんだんベアブリックはマスターマインドとのコラボの方はすごくプレッジがついてきて買いづらくなっていますね。自分も今までのこのベアブリック持ってたんですがこれから先もう揃えるっていうことはちょっと難しくなってきています。おかしいぐらいちょっとプレッジがついていますのであのー、本当に完全に揃えるっていうのは難しいですね。 今日ご紹介させていただきましたのは、マスターマインドワールド初のベアブリックとのコラボレーションのアイテムをご紹介させていただきました。